はようゴンザレスパラレルです。さあ今日は BBM の東京ヤクルトスワローズベースボールカード2022を1ボックス開けたいと思います。ということでね、前回に引き続きスペシャルゲストが来ております。広島カープファンのゆうたんさんです。おはようゴンザレス、ゆうたんです。はい、よろしくお願いします。ではね、早速開けていきましょうか。はい、ね、ちょっとね、90枚程度書いてる選手が多いので、発行のね、なんて言うんだろう、発行してる数が増えましたね、ボックスのね、数がね。ですので当たり選手を引くのがまた大変になってきました。ではどの列がいいですかね。じゃあ左で、左、はい、じゃあ6パックあるので、はい、あと4パックあげますね。はい、はい、じゃあこれ、はい、じゃあ私はこの10パックを開けます。じゃあ早速開けていきましょう。用意スタート、はいはい。はい、まずは1パック目。まず僕の方は渡辺選手が出ましたね。はい、小森選手、竹岡選手、中村選手、チェックイットアウト、松本優選手ですね。ゆうたんさんは何か出ましたか、1パック目は。山田哲人さんね。うん、お、はい、メインストリームが出ましたね。はい、はい、なるほどね。じゃあまあここ置いておきましょうかね。はい、はいはい、早速キラが出ましたね。はい、行きましょう。吉田選手、チェックイットアウトのオスナ選手とサンタナ選手、高梨選手、高津監督、鎌田選手、内山壮真選手ですね。はい、はい、もうルーキーの柴田投手が出ましたね。はい、じゃあここ置いといてください。はい、じゃあ次行きましょうね。投手、竹山選手、杉山投手、久保選手で、パラレルですね。選手は、あ、中村選手のメインストリームですね。これは、60シリですね。はい、はい、宮本選手。はい、じゃあゆうたんさんが開けたやつはこんな感じですね。あ、はい、いいですね。じゃあ次行きましょう。長岡選手ですね。開幕からバッチリ活躍してますね。ショートの座もね、奪ってますね。西浦選手のね。はい、いきますか。お、星選手、サンタナ選手、お、いいカード、これいいですね。はい、はい、ではゆうたんさんの方も見てみますか。お、石川投手ですね。お、なるほど。はい、何も出ませんね。で次いきますか。はい、鈴木投手もね、開幕1軍だったんですよね。頑張ってほしいね。日本文理高校のね、出身ですよね。はい、荒木選手もね、いいですね。お、こ
ちらはルーキーの丸山選手のインサートですね。で西田選手、はい、はい、ゆうたんさんの方はこんな感じですね。あ、キラも何もなしですね。出てないですね、まあ、ね、あんまりね、ヤマティストさんぐらいしか出てないです。川端選手に西浦選手、吉田投手に、お、メインストリーム田口投手出ましたね。出ますね、結構ね。うん、出てるね。カレーさんから出ますね。うん、はい、こちらは青木選手と丸山選手、外野手同士ですね。はい、では見てみましょう。お、長谷川投手だ。長谷川投手も投げてる姿見たいですね。お、奥川くんだ。何気に嬉しい。じゃあ次行きましょう。内川選手チェックリスト、直筆出ました。お、直筆出ましたか。磯田、まだ見てないんで。まだ見てない。お願いします。清水投手、じゃあ画面に、はい、まずは鈴木投手、小森選手、松本選手で、あ、そうですね。じゃあシリアルを見てみましょう。何シリでしょうか。あ、90かな。あ、50ですね。主力ですね、多分ね。ドキドキしますね。じゃあ行きましょう。まず選手から見てみましょう。あ、塩見選手かな。マジ。お、塩見選手はすごい。塩見選手出ましたね。これは嬉しい。去年ね、大活躍でしたからね。日本シリーズとかクライマックスシリーズもね、 MVP 取ってもいいような活躍でしたからね。はい、では行きますか。はい、はいよ、はいよっておかしい、はい、お、キラが出ましたね。高橋奎二投手のネクストリープですね。坂本投手、はい、見てみましょう。お、キラー出ましたね、はい、これは石川投手か。あ、石川投手のインサートが出ましたね。これでインサートは5枚出ましたね。はい、島選手と、お、村上選手出ましたね。はい、では開けていきましょう。残り2パックですね。はい、お、市川選手、竹山選手、吉田選手、木澤選手、原尻選手、お、ルーキーの山下投手ですね。はい、ゆうたんさんの方も見てみましょう。はい、出ました。長谷川選手チェックリストですね。木澤選手、塩見選手、お、メインストリームの青木選手ですね。じゃあ最後も開けてください、はいはい、こちらはカテカル選手ですね。シリー本当に綺麗ですね。はい、さあどうでしょうかね。はい、西浦選手、高橋選手、高津監督、マクガフ選手で、お、清水投手のメインストリーム
ですね。これで全部出終わりましたね。インサート7枚ね。で最後は山田と村上ね、両内野手でした。ということでまずサイン出ましたね。出ましたね、主力の塩見選手のサインでした。そして、パラレルは中村選手ね、背番号27に今年変わりましたね。古田さんの後継者ですね。はい、でこんな感じでインサートも全部出ましたね。ということで楽しい開封でしたね。はい、ご苦労様でした。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それではさよなら。さよなら。